会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。長野県松本市からやってまいりました、信州大学よさこい祭りサークルワッショイです。これから演舞させていただくのはワッショイ2019たぎり。この作品は遠山の霜月祭りを題材としています。日没とともにお湯を沸かし、しぶきを上げる。その中に活力の再生、復活への願いが込められています。僕たちが先代から受け継いだ数々の思いを込めて、ここに新たな一歩を生み出します。最後まで皆さん、手拍子ご声のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。神が宿りし湯の祭り。信州飯田遠山郷、清めの神楽響